日が。え、明日仕事じゃないの？仕事。だよね。びっくりした。あれって思って、そんなゆったりなステイプリーね、ステイプだって。スペースでいいのって思って。ステイプ。もうわからん。自分でもわからん。ステイプってなんだ。ステイプラー。ステイプラー。ローソン左。あ、もう先に。どっち側？どっち側にあんの？そっち。そっち側ね。ああ。こっちって近いとこだね。こっち側。こっち側。あっち側だからね。そういう風な使い方をしないから難しいんだよね。そんなもん自然と出てくるけど、意外と10時とかあるよね。そう、12時まで開いてる。いやー、またなー。それやったらさ、もう普通の大衆浴場でいいんだけど。大衆浴場絶対嫌は、みんな。いや、いや、いい、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。ゆっくりしたいなって。なるほどね。ゆっくりプライベート空間。ああ。マッシーカーの人でもプライベート空間もクソもないけどね、こっちは。大丈夫か、そこの観点は。こっちって言った？あ、言った言った言った。温泉で携帯使えるって感じで。いいよね。いい。それはいい。そろそろかなって思ったところで右です。なるほどね。そのあたり。まだまだだね。まだまだね、これ。これ、通ったね、前もね、ここね。右に曲がりたくなる道があるから。あ、ここ前も通ったね。あ、ここ絶対右だろって。とこあるわけ。そうそう、いや、ここ前も通ったね。ああ、あるかな、どう見ても。はい、ここ前も通ったね。そうだ、ね、見覚えない。あれ、ないです。ある、見覚えあるよね。これ見ちゃうよ。毎回これじゃないか、ここ見ちゃう。あ、これじゃないか。これ、これじゃないよ、これじゃない。これ、これ、これ、やっぱ毎回、なんかこれは見ちゃうよ。ちょっと待って、あっちが止まりか、びっくりしたわ。こっちって言ったね。うん、いわゆるこっちは正しい、こっちじゃなかった。いや、マジか。あっちが止まるかと思ったわ。大通りにぶつかって左。ぶつかって左。もう何、もう自分の顔しか見ないの嫌だな。地図見ようとしたら自分の顔がそれ嫌だわ。いいじゃん、税金みたいじゃん。税金みたいだけど。全然使える話なかったわ。所詮そんなもんよ。